こんにちは、エバツタです。今回は、まだ話し終わっていないのに、それってこういうことでしょそれはお前がおかしいからだよ。そんなのこうすればいいだけだよ。と口を挟んでくる人がいる。というテーマでお話ししていきたいと思います。この世の中にいる自分以外のすべての人間は他者です。他者とは自分と違う考え方や感じ方をするよくわからない存在です。 そして、そのようなよくわからない相手のことをもっと知りたいと思うことからコミュニケーションが始まります。コミュニケーションの原動力は、相手のことをもっと知りたいという思いです。だから、相手の話を聞くというのがコミュニケーションの基本になります。コミュニケーションは、相手の話を聞くことができなくなったときに終了します。例えば、私たちは相手がまだ話している途中で、 相手の話を遮断してしまうことがあります。相手が言いたいことを言い終わらないうちに、それってこういうことでしょと相手の言いたいことはわかっているという態度をとってしまうことがあります。そんなのこうすればいいだけだよ、と解決策を押し付けてしまうことがあります。それはおかしいよ、それは間違っているよ、と感情的に反応してしまうことがあります。いずれの場合も、相手の話を聞くことができなくなり、 もっと相手のことを知るというコミュニケーションの本質から逸れてしまいます。私たちは自分で深く考えたことのないテーマに遭遇したとき、それを無意識に避けようとする傾向があります。自分で深く考えたことがないテーマとは、他人からの受け売りの考え方や価値観です。誰かが正しいと言ったことを自分の考え方として受け入れたけど、まだそれが 自分の一部として定着していないものです。他人から借りてきたばかりの価値観だから、まだその考え方に自信を持つことができません。例えば、幸せな人生を送るためには、自分を大切にした方がいいという考え方を誰かから聞いて、それはいいねと思って採用したとします。しかし、それはまだ借りてきたばかりの考え方なので、自分の中に深く根付いていません。自分を大切にしてよかった。 という体験を十分にしていないので、その考え方に自信を持つことができません。そんな時に自分を大切にするって自己中心的だよね。自分を大切にすると言いながら、利己的な振る舞いをしたり、わがままになったりして、人に迷惑をかける人がいるよね。などと言われたら、私は間違っているのかな、と不安になり、その話題を遮断したくなります。 まだ自分を大切にした方がいいという考え方に自信がないから自分を大切にするのは良くないという相手の考え方に簡単に揺さぶられてしまいます。だからその自分の中の弱い考え方を守るためにいや、それは間違っているよ。いや、それはおかしいよ。と感情的に反応してしまいます。借りてきたばかりの価値観を守るために相手がまだ話している途中で反論したりあなたはこういうことが言いたいんでしょう。 と決めつけてしまいます。そのような状態がコミュニケーションが成立しなくなるということです。私たちは自分の意見が心から正しいと思っていれば、それを守る必要はありません。自分を大切にすることで幸せになれると強く信じていれば、自分を大切にするのは良くないことだよと言われても、心が揺さぶられることはありません。相手に何を言われても、 自分の考え方が変わることがないのだから、自分を守る必要がありません。自分を大切にするというのは間違った考え方だと言われても、へえ、そういう考え方をするんだと受け入れることができます。そして、なんでそう考えるようになったんだろうと相手のことをもっと知りたいという気持ちが湧き上がり、会話が弾んでいきます。もし相手の話を聞いて自分の考え方が間違っていたことに気づいた場合でも、 自分を守る必要はありません。ああ、本当だ。私が間違っていたんだ。と受け入れることができるので、相手の話を遮断することはありません。自分の意見が正しくても、間違っていても、自分を守る必要がないので、相手の話を遮る必要はありません。私たちは他人の価値観を借りてきて、まだその考え方に自信が持てない時に自分を守ろうとします。 自分に自信がない人ほど相手に異議を唱えられるとまるで自分が攻撃されたかのように感じ激しく抵抗します自分に自信がない人ほどしっかりと自分を守る必要があります自分の言っていることに信念がない人ほど自分と違う意見を言う人に対して激しく反発しますなぜなら弱い自分の中身を守るために外側をしっかりと 固めておかなければいけないからです。例えば、卵は固い殻で覆われています。卵の中身は形を維持することができないほど柔らかいから、それを守るためにしっかりと外側から保護する必要があります。しかし、卵が無事に孵化して、ひよこになった時には、固い殻で守る必要がなくなります。自分の中身がしっかりと形成されれば、外側をがっちりと固める必要がなくなります。 自分の考え方に自信がないというのは自分の中身が形を保つことができないほど弱い状態であるということです。そのような価値観は違う価値観によって簡単に壊れてしまう恐れがあります。自分の中身が弱いと分かっているから外側をしっかりと固めておく必要があります。それが自分と違う意見を聞いた時相手の話を遮る、つまりコミュニケーションを終わらせるという形で現れます。 私たちは誰でも他人の価値観を借りてきます。お、それいいね、と思ったら、その考え方に沿って生きてみよう、と試してみます。借りてきたばかりの考え方に自信を持てないのは当然のことです。なぜなら、その考え方が正しいと思えるほどの経験をしていないからです。他人の価値観を参考にして、それを自分のものとしていくためには、とりあえず、その価値観に沿って生きてみる。 という体験をコツコツと積み重ねていくことが重要です。考え方に自信を持つとは、その考え方を体感に落とし込むということです。自分を大切にするという経験を積み重ねることで、心地よく感じることが多くなってきた、リラックスできるようになってきた、ワクワクすることが多くなった、楽しいことが多くなった、などと体で覚えていくことで、その考え方に自信を持てるようになります。 世間では自分に厳しくするやり方、スパルタ方式が流行っている。でも私は自分に優しくする方法を試してみた。そうしたら以前より幸せを感じることが多くなった。自分にはこのやり方が合っているんだ。と気づいていくことで、自分の考え方に自信を持てるようになっていきます。自信がつけばつくほど自分と違う価値観に遭遇したとき、心が揺さぶられることがなくなります。 自分の中身がしっかりと固まってくれば、外側をがっちりと固める必要がなくなります。簡単には揺さぶられない自分を作ることで、自分と違う相手のことをもっと知りたいと心がオープンになり、コミュニケーションを楽しむことができるようになります。自分を幸せにするために、いろいろな考え方を試してみて、自分の体の反応を観察してみましょう。 自分の中の大切なものをしっかりと育てていき、コミュニケーションを阻む外側の殻を取り除いていってほしいと思います。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エヴァスタケシでした。